皆さんこんにちは。こんにちは。今回マイゴルフは、富士スタジアムゴルフクラブ北コースに来ております、はい。今回のゲストはなんと視聴者代表アッキーさん。なんとあの90伝説の97位をゲットされた、はい、僕らがあ前回のコンペで1個しか用意してなかった、はい、マイゴルフ出演権という権をね、はい、見事獲得されたアッキーさんと、おめでとうございます。おめでとうございます。今13番ホールですね。はい、はい、後半はねアッキーさんと勝負をしています。完全戦してます。はい、ちょっと後半ちょっとやばいですね、はい、後半ちょっと全然勝負になってないですけど。いやいや全然まだ分かんないですから、これ上がってみないと分かんない、はい。まあどうしましょう、今回はとりあえず普通にいきますか。そうですね、ここ終わった時点でちょっと考えましょうか、うん、はい、はい、ということで、まだまだ頑張ってください。はい、多分でも今のもうちょっと短いパットね外しちゃったんですけど、うん、あれくらいはしゃあないんで。しゃあない、うん、ナイスアプローチだったんですけどね。はい、まあ、気を取り直して頑張りましょう。はい、お願いします。お願いします。視聴者の皆さんもお願いします。狭いですよね、ここ。狭いですね、左も。僕なんかドライバー今日調子いいから打てるけど、普通に狭いよな。普通に狭いです。でもそこの池さえ越えたら右ちょっと広いよね。あ、そう。うん。木幡の右の奥の木は届くんかな。あれ多分280ぐらいかな。よ。頑張れアッキー。頑張ります。オッケー、オッケー、そうっす。あ、いや大丈夫大丈夫、大丈夫ですか。あれは大丈夫っすね。サムライゴルファーうまいってマジで、うますぎるって。どまっすぐっすね。サムライゴルファーうますぎるやろ。あと。さあハスキーゴルファー来ました。ハスキー、ハスキー、2ユーで行きます。ちょっと刻みです。ここはオッケー、これ飛んでんな、完璧。うお、えぐ、あざあざあざ、ナイスショー、あざ、あ、すいません。間近でプロを見て新たに気づいたプロとアマの違いを教えてください。インパクトの厚さというか音というか、あ、もうそれが全然違いますね。前も思いましたけど。そうね、全然違うです、ね。アッキーさん厚い方やと思うんですけどね。いや俺もそうですか、うん、でもまあその方でもそう思ってくれてるっていうのは、まあ、そういうことなんでしょうね。でもね、かっこいいですね、やっぱアザ。いやでもアッキーさんもかっこいいですよね。アッキーさんかっこいい。いやいや、だってゴルフ歴2年であの音鳴るでしょ。考えられへん。考えられへん。そうなんですか。2年の時まだダフっとったもん。ダフで全然ダフってます。バコーとかドッスーとかで10年後に1歩するから終わりやん。終わりやん。全然ちょっとしかない。数年やん。数年厳しいってゴルフ。優しくしてや。ちょっと打てるようになってきた思ったらイップスかよ。厳しいって。9番で、はい、刻みます。うまい、おえー、ナイス、ありがとうございます。完璧、121 53度でいきます。ちょっと皆さんこれねライン見てください。ラフなんですけど、多分これ今置いた感じあんまりボールとフェースの間に芝が入らなさそうなんで、あんまフライヤーしないかなと思います。ただこの辺のこれが若干スピンを減らしてくるかなと思うんで、まあ見ても5ヤードプラス、5ヤードプラスで、で、フォローでまあ5ヤードと見たら、まあ、110ぐらい打つ感じですね。110ぐらい打つ感じで僕は打ちます。あれがねもっとラフが挟まるそうやったらもっとフライヤーします。イエーイ、あざーす、完璧や。あ、皆さん見てください、これがフライヤーした時の証ですね。
これ多分ボールがここに当たってこんだけ芝が巻き込まれたんで、まあ、一応結構まあまあしてましたね。フライヤー今のこれ鳴ってる人は大体そのショットはフライヤーしたと思ってください。これがフライヤーしたかしてないかを見極めるポイントになってます。96ヤードつま先下がりでも最悪な状況なんでピン方向はこの時行かないです。ピンの左少しでも狭い、広いところを狙って、確実に攻めます。それで右行った時は仕方ないんですけど、せめて狙いだけは安全な方に。こういった時点でチャンスじゃないので、51度で うまっでかいか。いやいいよ。うわい調子ええな。行った。え、ベタピン。あば。今のラッキーショットやったな。なんなん今の。今ピンセンターグリーンセンター向いて思ったより球が右出たらベタピンついた。バリうまいやん。まあ、センター向いてたから起きた結果やろな。60ヤードぐらいですかね。はい。58で。うまっ。でかいか。ナイス。ああ。素晴らしい。めっちゃうまいっすね。そんな。そうですか。だって今のも結構気持ち悪いっす。難しいよ。つま先下がり、左足下がり。ああ、ちょっと気持ち悪かったですね。それであんだけ球だけ拾えるってすごいな。すごいわ。で、ターフの厚さめっちゃちょうどいいっすよね。うん、あれはどうやって練習してここまで来たんですか。学ぼうとすんの。盗んで帰ろうとすんの。いや、視聴者さん気になってるんじゃない。ほんまに誰かから教えてもらうとかはあったんですか。いや、全くないですね。独学すか。独学すごいなぁ。 YouTube なんかちょろっと見たり。え、どんなチャンネルですか。どんなチャンネル、なんていうチャンネルですか。気になる。え、誰、何を見て一番いい。チャンネルか、レッスン系。あ、ってことは俺らじゃないか。まあ、いろんな YouTube 見てるんで。レッスン系なんか昨日見てました、初めて。そう。誰ともあるんやった気がした。ピッ、こいつらか。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 寺優さんが良かったなと思う。こいつらはやばい。ボーン選手えぐいって。近いっすね。ボーン選手どうしたのマジで。いやこれ入れな、ボンちゃん追いつかれるわ。え、刺身は何ぼ。5アンダーちゃん。ボンちゃん後半だって3つ目やろこれ。入らん、これは入らんよ。それは入らんか。世界一には入るわ。入るんか。失礼やな。いやー曲がるわ。今日フックライン全部こっち外しとる。クソったれ。マーク。クソったれってヤンキー漫画でしか聞いたことない。しかもハスキーで言うたらわかんな。クソったれ。うわー、強かった。男気あふれた。ちょっと強かったっすね。ちょっと弱かった入ってましたね。ラッキーさんの男が出ちゃった。まずい。さあ、まあこうなったらそれは男出すやろな。ラッキーさんに教えてもらった小さいテイクバックで打つと。あー全然入らんやんけこの打ち方。急入らんくなった瞬間に倒せる。尾崎智春。顔見知りだよ。さっき知った。俺もさっき知った。ああ、耐えた。ナイス。素晴らしい。いい転がり。その粘りはでかいっすよ。ボギーですか。うん、ナイスボギー。オッケー。ありがとうございます。あざ。いや、あのラインも曲がるもんな。曲がるし、打たれへんからライン間違えたら無理やな。
アッキーさん、あそこ狙えへんかったけど、ナイスボギーですね、はい。いや、ありがとうございます。ほぼパーやったけど。入れたかったですね。ねえ。はい。でもサードも完璧やったからな。これでもちょっと俺ら調子良すぎひん。そうやな。あかんな。あかんな。ルール変えようか。エブリトゥー行く？ラスト5ホール。いいよ。まあ、スタートからエブリトゥーだとちょっと厳しかったかもしれんけど。そうやな。今からエブリトゥー。ラスト5ホールやったら、エブリツー今からエブリツー行きます。エブリツーですか。僕らが痺れる感じ。バーディー取らなあかんくなってるから。どっちが怖いですか。どっちに行きそうですか。いや左っすね。左行きそうっすか。左行きそうっす。じゃあこっちティーアップして打ってみましょう。こっちですか。か右から思いっきりスライス狙って打つか。どっちがいいですか。こっちからいい球狙うか、はい、右からスライス打つか。いや、この2択しかない。こっちからいい球狙う。いい球狙います。はい。ナイスショー。しゃ。うえい。完璧です。3回いった。いや、多分入ってないと思います。入ってないですかね。ボンズ選手、どこ狙うん？あ、右の木、スレスレの左。ここに、フェースちょっと開いて、プッシュ打ちます。プッシュが一番飛ぶんです。ドローとか打つより。右セーフ？右セーフ。うまっ。よいしょ。行ったんじゃん、これ。おお。あ、バンカーかなの。バンカー手前かな。ちょっと巻いてしもうた。ワン、ツー。何するん？え？ワンオン。スライス？いや。まっすぐ。うん。多分な、この。セコイア、これ3本立ってる、うん、左から3本立ってるやつの真ん中の濃いやつぐらいがピンやん。ああ、そっち？うん。俺あれ、俺打った方があれガードバンカーやもんって。え、でもあれガードバンカーやで。あれガードバンカー？うん。ピン右やね、めっちゃ。ああ、思い出した。あれな。ウェーイ。果敢に行かないよね。守ったら負けや、ゴルフは。守ったら負けや。行ったんちゃう。ナイスオン。わざナイスです。わざそれでやめなさい。もうやっぱ他人と同じことしとったらあかんからさ。手長ごぼうと同じことしてる。でもミナモスさんぐらい飛ばしたいから真似るわ。でもなんかアッキーさんそれやったらミナモスさんにちょっとねえ、ミナモスさん来てほしかったな、ここ。来てもらったらよかったな。しまったな。暇してたのに。暇してるんすか。暇ちゃうやろ、多分。やつは暇やな。このホールやったか、覚えてなかったな。もうここからエブリ2ですからね。エブリ2。エブリ2やったら、ちょっとギリやな。5打差？でも、この5打差も今の2ホールではついてないからね。だから多分、普通にやったら多分勝てる。アーキーさん、ただ引き分けぐらいになる。うんうん。僕らが激進食ったら勝てるけど。激進食わすしかないな。で、アッキーさんの相性でしたね、今の。いやー、よかったですね。お、来た。あ、アイソン。うん、アイソン。あざ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 。えぐ。アッキーさんのないな。あざあざあざ。アッキーさんのないっすね。ないとかないやろ。ないとかないことないやろ。ありました。ありました。ニラの、ニラの根元に。えぐ。どれです。うわ。まあでもこれはあんま関係ないんじゃん。まあ、アッキーさんの手にかかれば。余裕ですわ。気になるっすけど。気になる。あ、おお。カットした。いやでもあんま関係ないですよ、それ多分。うん。振り抜いちゃってください。ああ、うんうん。今の何ヤードぐらいでした？50ヤードぐらいを。58ですか。はい。ちょっと今のも結構左向いてましたね。あ、左向いてました。はい、向いた方、あの行った方向向いてました。
あ、本当ですか。はい、あっち向いてたんで、そのままそのままだから、あの一応向いた方向まっすぐ行ってる。あ、そうなんですね。たまにこう短い距離が左に行くって。ああ、多分だからそれだと思いますよ。50ヤードぐらい左向いてるんですかね。そもそも向いてる気がしますね。オープンやったらええんですけど、足だけオープンで、はい、肩のラインはまっすぐやったらええんですけど、はい、こういうね、こういう向きだったらええんですけど、全部がこう向いてしまうとやっぱそっちの方向飛んでいきやすいんで。あ、まあでも50ヤードぐらいは別にそんなオープンにしなくてもいいと思うんです。あ、いいですか。普通にまっすぐ、普通にまっすぐか、まあ、若干オープン、足だけ若干オープンぐらいでいいと思います。あ、どうす。これ出口が向こうなんですけど、出口に向かってみんながこう歩くんで、芝がこっちに逆目になってるんですよ。こういう時はちょっとよくその状況判断を間違わないようにしてほしい。逆目は打っていく方向に対してこう向いてるってことね。向こうに打ってないんですけど、みんながこう歩くから芝が向こうに寝てるんですね。こういう時は打った時にこう芝が起き上がって難しい、引っかかりやすい、はい、こういう時は僕もパターアプローチあんまり繰り出しにくいんで、お51度で本当やったら P で転がしてるんですけど、51でパターアプローチの打ち方でボールだけ右、これで打ちます。先に当てるってことか。はい、ちょっと早めに当てて、でも構えてハンドファーストにして、あとはパターアプローチです。うまし、うまいっす。うんご、ステイ、よし、ナイス。これで簡単に出ますから、50度でいきます。あ、お、ナイスオン珍しい。今のもなんかこっちから見てたら結構左向いてましたね。向いてました。もう一回打ってもらいます。なんかちょっと左に行きそうやったから、なんか左に行っちゃいそうなやつを右にこう押し出した感じでした。ああ、もうちょい右足寄りに置いた方がいいかもしれないです。もうちょいですか。若干、うん、こんな感じですか。はい、それでいいと思います。それで捕まえても多分左から。 OK OK。 ああ、うん、さっきのは何が違ったかっていうと、これがボールやとしたら、はい、なんかさっきのはもうちょいボールが真ん中で、はい、あ、そう、それで足がちょっとこっち向いてました。足と体も全部、あ、全部がこう向いてたんですよ。あ、はい、でこれって結構この向きに対してこの向きに構えてるやつを無理にあのピン方向にこうやって振りに行くじゃないですか。これをこうピン方向にこう合わせようとしたらヒールが出てくるんですよ。ここのヒールが、このヒールがこう前に出てくるんで今みたいなシャンク起こりやすいんですよ。なるほど。だから結構それ注意してもらったら意外とシャンクってなくなるんですよ、はい、こういうショートアプローチのシャンク。逆にオープンに構えすぎる人は結構注意が必要ですという感じでございました。ありがとうございます。まあでも結果ナイスオン、ナイスオン僕はワンオンしましたけど、ちょっと難しいね、下りスライス。うん、ナイスタッチ。ナイスです。よう曲がるわ。うまっ。お大事に、尾崎。ナイスナイスです。あざおとかちゃん、ぐおーおとかちゃん、ぐおー何が起きた。ありがとうございます。ナイス。何が起きました。パーですけどね。パー。だるいって。やばい。だるいやん。やばいやん。急にやばい。出た、ハンデ上げた瞬間強なる人や。おるおる。おお。強い。しぶとい。ただ。ナイス。ナイスです。ナイス。あざす。でも僕たちはボギー。いや、そっちのちょっと考え方あれかもしれん、もしかしたら。あ、バーディー。ネガティブかもしれん、うん、イーグル。ナイスイーグル。そっち、その方がええやん。
そうやん、その方がいいやん、うん、こっちはバーディーで、アッキーさんがイーグル、イーグル、イーグルということで一打詰められました。早っ。これの計算でいくとやばいな、やばいやばい。もうここ真空って僕らバーディーバーディーやったから一打で耐えたけどさではではでは、はい、まあええ感じになったところで皆さんとはお別れなんですが、また次回楽しみにしておいてください。皆さん高評価とチャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いします。お願いします。まだまだマイゴルフね、上目指していくのい行って、上目指して頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。